していたのに。はじめまして、体育の臨時講師の乾です。あ、はじめまして、学生会長の鈴本清香です。教育者として尊敬していたのに。今日も学生会の美化活動か、鈴本。どれ、俺も手伝おう。そんな先生にそんなこと。いや、学生にばかりこんなことさせてられんだろう。手伝うよ。一人の男性として少し好きになりかけていたのに。鈴本、今帰るか。ああ、先生。いえ、部活が終わったのでこれから学生会の書類を片付けようと。精が出るな。そうだ、試供品なんだがこいつをやろう。製薬メーカーが新開発したスポーツドリンクなんだが、何でも運動後の体の疲労を劇的に軽減するらしい。そんな、いいですよ先生。そう言わずに助けると思って。教官室にまだ10ケースもあるんだ。なんか美容にもいいらしいぞ。だからな。それじゃあいただきます。後で感想を聞かせてくれ。じゃあ。はい、ありがとうございます。なのになんで。なんで。驚いたよ。他の試供品も渡そうと思って戻ってみたら、まさかこんなことをしているとはね。意外だな。真面目な鈴本にこんな性癖があったとは。違います。これは。恥ずかしがることはない。鈴本も年頃の女性だ。自分を慰めることぐらいはするだろう。しかし、時と場所は選ばんとな。違うんです。先生にもらったスポーツドリンクを飲んだら、体が熱くなって。人のせいにするとは、鈴本らしくない。それにあれはただのスポーツドリンクだ。他の生徒にもあげたが何も起こっていないぞ。でもあんなことは初めてで。だから隠すことはないぞ鈴本。どうせストレスが溜まってオナニーでそれを解消していたのだろう。違います。なんだか体の調子がおかしくて、家に帰るまで我慢できそうになくて、つい。まずは一人。あのねんねを卒業するまでみっちり指導してやらんとな。さて、次はどのターゲットを落とすか。水泳部の桐生変えて。それとも学園一の名女優にしてお嬢様の本庄ゆずきか。それにしても、清香のあの体、たまらんな。なんですか、あなたは。あ、学園内で勃起させているだなんて、汚らわしい。ご主人様じゃなくて乾先生。で、何の用だ。あ、そうでした。実は本庄さんの調査結果なのですが、過去に大変な事件があったんです。実は昔誘拐され犯されそうになって。そいつは使えるな。よく来たな。あなたがあんな写真を送ってくるからでしょ。よく撮れていただろう。ビデオもあるぞ。しかし俺もまさかあの後オナニーを始めるとは思わなかったがな。黙りなさい、この卑怯者。卑怯者で結構。しかしここに来たということは、お前は俺の命令に。先生、
先生、もうこんなことやめてください。俺の言う通りに着替えておいて今さらやめてもないもんだ。だってそれは先生に脅されて仕方なく。ああそうか、清香は学生会室でオナニーするような淫乱のくせにそれをバラされたくはないんだったな。ひどい。さあ教育指導の時間だ。